FBA HFBH フラ a コブリティッシュアビエーション H は、フランコブリティッシュアビエーションが製造し、第一次世界大戦で使用された、フランスの服用飛行艇である。偵察機として各国にて使用された。本機は前作である、フランコブリティッシュアビエーション C 型飛行艇を改良した機体である。C 型は、機体が小さく搭載量に不満があったため、機体を大型化し発動機も、 高出力のものとした。フランス海軍は陶器を各地で偵察、対戦哨戒に使用したほか、米海軍、イタリア海軍も地中海やアドリア海で使用していた。生産は1000機以上に及び、イタリアでは試合等でライセンス生産され982機が完成した。セルビア、ベルギー、スペイン等に輸出された。原型機でアルドネ・レベック飛行艇と同様の スリッパ型停滞に反り返ったビブ、上、翼よりやや小さな下翼、主翼は4丁間の翼間支柱と補助針線で指示された複用形式を用いており、上下翼間に水冷式発動機を装備し、これに固定式に羽のプロペラを推進式で装着した。使用単位については、ウィキペディア、ウィキプロジェクト航空、物理単位も参照。ありがとうございます。